にちは、シトレイです。今回もまたジジナに来ております。前半は、ジジナお店の紹介だったんですけど、今回は、私と、めぐみさんとあこちゃんの着こなし提案をそれぞれ、2種類ずつかける、だから6種類ですね。皆さんのファッションの参考になればなと思っているんですけども、はい、まあ、ちょっと話聞いてみると参考にならないかもしれないけれども楽しいとは思う。あ、そうそう、確かに楽しんでもらえる、うん、じゃあ、あこちゃんは何を使う、はい、今日は、ソフィアのニット。なるほど。と彼女のこのネックレス。忍者みたいな顔してますよ。可愛いか可愛くないかギリギリ攻めてますもん。で、めぐみさんは、はい、テーラドリーのサロペットをメインに。そして私もみんなが飛ばすから私も飛ばすわよというところで、あの見たいですね。厄除けのような邪気を払ってくれそうな、はい、これはババ、ババですね。ババの、ワンピース、はい、してみたいなと思います。はい、はい、はい、着替えてきましたが、ちょっとすげえすげえ、ごめん、私が地味だった。なんか全然違った。いや、なんか もっと頑張れたはずっていう後悔しかない今。じゃあめぐみさんから。メインはこのテーラドリーのサロペットにしております、うんうん、はい、これもお店で取り扱いのブランドで、うんうん、ルードベドリーのアップサイクルのジャケットですね、うんうん、キルティングっぽい感じのジャケットですね、うんうん、なるほど、はい、バッグもアーティストのジリンちゃんっていう絵を描く人の絵で、うんうん、あのお店で全部これユニークピースで一点物で全部違う柄を作ってたんですけど、本当にあの絵を描くキャンバスがあるでしょ。あ、はいはいはい、うん、それでバッグを作ってるんですよ。それに絵を描いてるっていう。そしてキャップはですね、これババのババのババズズの癖の強い癖の強いキャップと、ジュエリーもお店でお取り扱いのある、うんうん、あのソフィオゴングリーニットとかやってるソフィオとソニアボヤジャンっていう、うんうん、ハリウッドのアーティストのセラミックのリングですね。でこれは、あとこれはリシアリアスだったかな、なんか、うん、海外のアーティストで、本当にこれもう20年ぐらい前のお店で売ってたんですよ、うん、靴の黒とバッグとジャケットのベースを一応黒にして、うんうん、まあ、そこでちょっとこう締めがあるというか、いろんな柄をなんかキュッて黒の小物を選んでみました、うんうんうん、そしてあこ先生もなかなか飛ばしましたね。はい、ね、でもあこちゃんっぽいぽいぽい、あの レース感、うん、そう、これがソフィオっていうジョージアのアーティストの、うんうん、ニットで手編みで、うん、この色がすごい可愛いと思って、ニットだよね、うん、中にユーズドのナイキの、うん、なんかこの蛍光っぽいやつに、うんうん、アンティークのブラウスとパンツで、ちょっとここはセットアップにして、靴はセリーナなんですけど、うん、シルバー、ちょっとシルバー、キャップは、うん、お店で作ってるオリジナルのキャップで、うんうん、新色だね、まあ、なんか、あ、そう、新色なんで、バッドヘアで、あ、髪の毛まとまんない日だ、そう、キャップかぶればいいじゃないと。確かにこれもソフィオの、なんかこれザッコちゃんだよね、全然違う要素全部、さすがなんかヴィンテージの女王って感じ。女王だね、女王現るだね。だってこのレースに蛍光の黄色入れる人いないよ、はい、それにモコモコでね、はい、このビビット感に合わせているんだろうね、うん、が差しになって全体的には結構シンプルなんだけどっていう。確かに。そしてあの私地味で地味で本当に申し訳ないっていう、なんか地味じゃないよね。地味じゃない？地味じゃないよね。いや、これでなんかレイちゃんらしいよね、うん、なんかミリタリー入れるのがさすがだなって感じ。なんか優しさを感じます、優しさを感じます。そう、ちょっとあの癖が強いあのドレスだったから、色味的にこうミリタリーあった方がちょっと落ち着くかなというところで、ここが結構キラキラしてたからキラキラのマーチンを合わせてみました。あとはお店の派手な、これソフィオ、ソフィオですね。でこれが噂のルードベドリーのあのうさぎちゃん。でもなんかこのメタル感と靴のメタル感がすごい統一されてて、割とこのキラキラ感と可愛いと思いました。うん、素敵、かわいい、よかった、よかった、うん、なんかもう番長を目の前にしたら小アッパですよ。番長じゃないですよね。焼きそばパン買ってこいってたら買ってくるっつーのっていう、牛乳も一緒につけるっつーのってくらいにもう番長ですよ。いや、こういう着こなしをねする人がいるっていうのが東京のこの街の救いですよ。ファッション面白くないって言われてるかもしれないけど、いるよっていう、いるとこにはいるのよっていうね、ことをね伝えたい。じゃあ次は2体目
行きたいなと思います、はいはい、私はこのビビちゃんのビビアノのこのふわふわチュールのトップスを、うん、着こなしてみたいなと思います。そしてめぐみさんは、はい、私はこの6番ミエルロっていうアーティストなんですけどね、うん、あのマルニのメンズとかのイラストとかも手掛けてるモンクレーとかとも、ね、コラボレーションしている水彩のアーティストのニットがあるのでこれを使いたいと思います。はい、はい、ではこちゃんは、私はこのテイラードリーのビビとババのバッグで、はい、じゃあこの3点で行ってみたいと思います。はい、はいはい、着替えてまいりましたが、やっぱり好き好きね、やっぱ私地味じゃない？いやなんかもっと頑張れたはずかなっていう。じゃあまずめぐみさんからいきますか。どんな感じですか？はい、まあ、あのこのロップのカーディガンですが、うん、実は裏返しにしてます、うん、裏がねなかなか結構可愛いんですよ。こんな感じで可愛い、もしゃもしゃして、なのでこっち表にするとちょっとこうちょっと真面目な感じになっちゃうから、あえてちょっとパンクっぽい感じにした方がいいかなと思って、中はあのうちでやっぱりお取り扱いのある、うんうん、ホールドアルのユリアの、うんうん、ワンピースワンピースドレスですね。これも、ミカイラっていうフランスのアーティストの、うんうんうん、ユニットです、キャップはヴィンテージですね。古着屋さんで買いました。どっちもツバついているっていうの、そうなの、後ろにもツバがあって、あっちもこっちも、そうどこを前にしても大丈夫な、あと髪の毛の色と合うね、うん、あそうかも。あとポシェットはポンサーっていう、これなんていうの、うん、サコッシュって言うんだっけ、こういうサコッシュ、あサコッシュだっけ、アウトドアのテイストをあえて入れてみました。なるほど。そしてこれは、これはスウェードっていうブランドのピンのジュエリーなんですけど、私はニットもこの打ち合わせのところに留めるのに使ったりとかにしてます、うんうんうん、なるほど。バッグのチャーム、キーチャームにもなるし、うんうん、意外といろんなところに活躍してて、靴はドレス版のってんです。結構数シーズンも前のものなんですけど、意外となんか合わせやすくて、なので今日はなんかこういうちょっとこうアウトドアチックなテイストと、ちょっとドレッシーなテイスト、あとボヘミアンなテイスト、はい、あとパンクなテイスト、そうですね、全部いろいろもう幕の内弁当みたいになってるからうるさい感じにあえてしてみました。そしてあこちゃんは、ね、モノトーンですね。そう、何これ、いいよね、何着てるの、何着てるの、なんかピエロみたい、そう、ピエロの襟だから、ピエロのコスチューム、すごい、こんなの着てるの、これもヴィンテージなんだね、そう、これもアンティークの、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛くて、でもこうつなぎみたいな感じで、でこれもあのヴィンテージのもうめちゃめちゃ大きいジャケット、XXXL、あっこちゃんでも結構でかいの着るよね、似合う、でも、で靴はモハモハ、靴はそうモハモハ、シモンロサノで可愛いテイストと、まあ、ピエロの延長線上でふざけた感じ、ソフィオのリングもちょっとユニークなふざけた感じ、ね、うん、なんですね、なんかでも色合わせ合ってるもんね、合ってる、可愛い、でもなんかアッコちゃんイズムがさ、このフリルとかにやっぱあるよね、やっぱフリルってアッコちゃんのイメージがすごい強いよね、すごい強い、物の可愛いフリルの着方、物知って三巡くらいした後のスタイリングだよね。ヴィンテージの女王ですか、女王、さすが女王、違うよクイーンオブヴィンテージ違うよ、ですよ、アッコちゃんとこのクローゼット見てみたい、そうですね、地味になってしまいましたが、ビビアノの、ふわふわと古着のつなぎと、これがトモローランドで買ったはずなんですけど、どこのかちょっとわからないやつですね、の、帽子にもなるやつ、かわいかった、さっき見た、このね、こういう感じにもなりますよという感じのですかね、で、足元がちょっと大人っぽくマルジェラ、私ちょっと意外と思ったのが、やっぱこのチュールのビビアンもよくオーバーオールと合わせたなと思って、このビビアンのアイテムなんて特にさ、やっぱもうドレッシーしかイコールっていうのが多分結びつかないから、やっぱこういう着こなししているのを見るとすごいみんなためになると思います。よかった、女王たちに言われたらなんかこう自己肯定感爆上がりじゃないですかねはい、3人 ×2 スタイリング合計6スタイリングだったんですけども割と癖のあるあのオリジナリティあふれるものが多かったんじゃないかなと思います。皆さんどのスタイリングが良かったでしょうか、ぜひぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思いますあとめぐみさんお知らせあるんですよね。はい、もう商品が春夏物がぼちぼちもう立ち上がってます、うん、前回の動画では見せきれなかったものもたくさんあるということで、はい、たくさん入ってますのでよかったら見に来てください。絶対本当
ここワクワクするからずっとずっと入れちゃう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバイ。